キングプリンス騒然。橋山の熱愛報道に揺れる中、ナンバー・アイが圧倒的な勢いで躍進。驚きと期待が入り混じり、エンターテインメントシーンに新たな波が押し寄せています。ナンバー・アイ、元キングプリンスメンバー、岸優太、神宮寺優太、平野紫耀による新ユニットが、待望のファーストデジタルシングル、GOAT をリリースしました。彼らはグループを脱退し、 滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社戸辺に合流。戸辺の日後のもとで、ナンバー、愛は飛躍的な成功を収めています。ゴートのミュージックビデオはわずか3日で1000万回再生を突破し、その後も2600万回以上再生されています。さらに、デジタルシングルに伴うダンスパフォーマンス動画も爆発的な人気で、視聴者からは賞賛の声が上がっています。ナンバー、 愛は、トベの生配信番組、トベ版や、密着型番組、トベの夏休み、チルダハワイ独占密着、新たな決意でも活躍し、ファン層を拡大させています。ファンとの交流を大切にするナンバー、愛は、昨年末からトベオフィシャルストアでオリジナルグッズの販売もスタート、特に平野仕様の人気は圧倒的で、彼のオリジナルフォトは即座に完売となるなど、ファンの熱狂を受けています。一方で、 彼らの古巣であるキングプリンスはメンバーの橋山の熱愛報道や音楽の評価が低迷する中、不安定な状況が広がっています。キンプリとナンバー・アイ、比較することは難しいですが、注目を浴びるのは不可避です。ナンバー・アイは全ラップのデビュー曲で新しい音楽の挑戦を試み、その成果がファンに受け入れられているようです。一方で、キンプリは歌唱面での評価が厳しい状況にあります。 ナンバー、愛の真剣な姿勢や新しい試みが、ファン層を引き寄せているようです。しかし、ファン離れが話題になる中で、個々のメンバーに対する偏りや比較をするのは避けるべきです。それぞれのグループには独自の魅力があり、トベトキング、アンド、プリンスのそれぞれの良さが存在しています。一方が成功しても他方が失敗するわけではなく、エンターテインメントシーンにおいて多様性が求められるべきです。また、 橋山の熱愛報道や金プリの音楽評価に対する批判が広がっていますが、アイドルも人間です。彼らにも個人の幸福や成長があることを理解し、冷静かつ温かい目で見守ることが求められます。エンターテインメントの舞台裏には努力や挑戦があり、ファンはその一部として応援し続けるべきです。比較的明るい未来が広がるナンバー、愛と挑戦的な局面に立つキングプリンス。 どちらもファンにとって楽しみな展開が待っていることでしょう。エンターテインメントの世界では予測不可能な出来事が日常ですが、ファンとしてはその変化を楽しむ心構えが大切です。